道の駅宇都宮ロマン、チック村は、栃木県宇都宮市新里町にある国道293号の道の駅。宇都宮市の市政施行100周年記念、農政事業の一環として、農林業の振興、地域の活性化、市民の余暇活動の充実を目的に事業化され、1996年9月14日にロマン、チック村が開園した。 2012年9月22日に道の駅宇都宮としてリニューアルをオープンした。いちごつまみやラベンダーつまみなど年間を通して農産物の収穫体験イベントが催され、また入園料が無料であることや仙台を超える無料駐車場を有し宇都宮環状道路の終焉に所在するためアクセスが良いことも手伝って開園以来毎年100万人前後の入場者がある。 園内は主に農園施設と農産物の物販施設で構成されるが、農業関係の施設以外に、レジャー施設として、温泉施設、ビラでアグリが併設されるほか、オリジナルのチビールや、宇都宮餃子、チビールソフトクリームなども販売され、これらを目的とする利用者も多い。園内のビール醸造所にて、チョコレート風味のショコラビールというものも作られている。計画時は、 入場料金徴収を予定していたため、料金ゲートが設けられているが開園以来、使用されていない。利用者数は開園した1997年以降、年々減少し、開園10周年を機に、リニューアル等様々な対策が施されたが、経営は好転しなかった。市は指定管理者制度の導入に踏み切り、地場の外食企業に決定したものの不祥事により、辞退された。 サイドの選定で、株式会社ファーマーズ・フォレストと契約、第3セクター会社、株式会社ロマンチック村を生産した。ファーマーズ・フォレストによる斬新な運営構造改革により、収支は大幅に改善され入場者数も増加に転じ、好調に推移している。また、積水ハウスとマリオット・インターナショナルによる、フェアフィールド・バイ・マリオットの出店予定地となっている。 宇都宮市農林公園ロマンチック村に関するカテゴリーありがとうございます。